ピンポンパンポーン。トラウマ会、海外企画第3弾、始まるよ。まず最初に、今回の企画に送られてきたコースをダイジェストでお送りさせていただくんだぜ。ダイジェストといっても、たくさんのコースを送っていただいてるので6分間くらいかかるよ。早く本編を見たい方は、6分20秒過ぎのところから見ていただいても大丈夫ですよ。それでは、ゆっくりしていってねー。ケイトさん、ワンワン殲滅企画。モフさん、飼い主不在。Bさん、海底火山大噴火。スマブラさん、脱出幽霊屋敷。チョコレートさん、ワンワンが群れる花園。ナオさん、クリボーキャッスル。モティさん、クリボーの街へレッツゴー。新司会の神さん、半身マグマに浸かるキラーを渡っていくスタイル。虫歯さん、世界を創造し世界を破壊し、そして世界は反転したまま反転する。ナミさん、迷いの館、導きの炎。デミさん、テレサ店、誘導するまで帰れまてん。ポイントさん、心強い味方、ポーウ。ロッキーさん、クリボー軍団の客襲。愛し方さえも君に出した、歩き方さえもその笑いを出した。カズさん、マリオ RPG、 花ちゃんの森。君のすべてをこの目に焼き付けて置くことはもう権利なんかじゃない、義務だと思う。
光太郎さん、ひげを飛ばして骨落とす。クククーさん、狭き道のバブル城。Tさん、ノーマルシェルテック。ユウスケさん、のこのこ、のこのこ。セイガンさん、ドッスンをパウエ導け、ピーを踏んだら。それでは、いよいよ本編の始まりです。果たして今回どのコースが優勝したのか？みんな、じっくり見てくれよな。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日はマリオメーカータローマ会企画審査イベントの結果発表を行っていきたいと思います。今回トラウマ会では一般の方、トラウマ会の方全員を対象とさせていただいて、1種類の敵をメインに使ったコースということで募集させていただきました。それで私たち審査員でいろいろと検討させていただいた結果、3つの賞を作らせていただくことになりました。その名もお化け屋敷で活躍するでしょう、城で活躍するでしょう、平原で活躍するでしょう。それぞれトラウマ界の実況者3人がこの賞に入賞したコースを遊んでいくことになりました。まずナオさんがお化け屋敷で活躍するでしょう、カカシさんが平原で活躍するでしょう、そして私クルクルクールは城で活躍するでしょうということで、城で活躍するでしょうに入賞したコース3コースを今回プレイさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず1コース目はこちら、迷いの館導きの炎ナミさん、入賞おめでとうございます。早速遊んでいくれ。さてさてさて、こちらですね、今回はお化け屋敷のコースなんですけれども、敵はバブルを使ったコースなんですよ。で、バブルといったらやっぱりお城で使われていることが多いイメージがありませんか皆さん。というわけでお城で活躍するでしょうに選ばれています。今回はあくまでも敵をメインにしているコースなので、コースではなく敵をメインに考えていってください。で、もうね、私審査員なんですよ。なんで審査をさせていただいてるので、ある程度クリアしたり遊んだりはさせていただいてます。うん、なのでね、もしかしたらサクサクってクリアしちゃうかもしれないんですけど、その辺は逆にやらせぐじゃないということで、うまく皆さんにも見ていただけたら嬉しいと思いますね。あー、やばいよ、これいきなりなんかミスっちゃってる気がするよ。大丈夫？おい、上行けるかな。上行きたかったけど届かない。しかもクリアしたときはあっちから私行ってなかったような気がするんだけど、扉にお邪魔します。あら、まあやっぱり道間違えてた。下とかでやり直しになっちゃった。どういうことでしょうね。一回クリアしてるのにこのざまは何ということなんでしょうか。情けないな、クルクルクール。行くよ。ここは確かね、叩いた気がするんだ。あ、しまった、叩かなきゃダメだったような気がするんだけど、叩けないぞ。あれあれあれ、おかしいぞ。あれ？待って待って、ね、これは良くない気がするよ。バネを使ったはず、バネを。うん。それが正しい生き方のはずなんだ。確かね。このハテナは何だろう？キノコか。あんまり今はいらないんだけど。さてさてさて、この扉の中にお邪魔すると、また新しいエリアにやってきたと思ったら、なんと、またスタートに戻る。
はい、というわけでですね、さっきスタートの後にあるハテナブロックを叩けなくて苦労していたじゃないですか。そこのバリを今扉に入ってスタートに戻されてるところまで持っていければこのコースは勝ちです。よいしょ。これは上から行っても下から行ってもいいと思うんだけど、まあ僕の場合は下から行った方が楽かな。ほいほいほい、これを持って下に置いて落ち着いて炎のタイミングを測ってお邪魔します。そうするとスタートに戻されちゃうんだけど、戻されちゃうんだけど、この先がかなり楽。よいしょ。叩いていくよ。はい。あれ、待って待って、どうすればいいんだったかな、本気で忘れちゃった。やり方違ったかもしれない。あ、このバネを待っていくのか。このバネだ、このバネ。うん、間違いない。あ、登っちゃった。失敗した。やってしまった。あ、ここで戻れば大丈夫か。ね、一回クリアしてるのになんでこんなにハマってるんだろう。これがクルクルクルクオリティですよ。皆さんいいですか。扉に入ると、さっきまで入り口に戻されてたエリアに到達するので、ここで、ほい。落ち着いて。ジャンプ。これでクリアでございます。上から来るルートももしかしたらあるのかもしれないですね。ゴールの上壊せるブロックになっているので、皆さんもよかったら別のルート探してみてください。あるのかもしれませんよ。迷いの館、導きの炎、バブルをメインに使ったコースでした。ナオさん、じゃない、ナミさん、入賞おめでとうございます。それでは次のコース遊んでいくれ。今ね、お名前間違えてしまって本当に申し訳ないです。実況者のナオさんの名前を私呼びすぎているのでね、ナミさん本当にすいません。入賞おめでとうございます。お待たせいたしました。城で活躍するでしょう第2コース目、海底火山大噴火。こちらのコースはタケさんというお名前で今表示されているかと思うんですが、ベイさんの、サブアカになりますね。こちらのコースがトラウマ会企画、城で活躍するでしょう、2コース目に選ばれました。おめでとうございます。早速、このコース遊んでいくれ。ま、今回もですね、バブルをメインに使ったコースになっているんですが、ステージ的には海のコースになります。海で、バブルと炎を使っているんですよ。これ、今回、この炎っていうんですか、ファイアバー的なものは、設置物としてみなされているので敵としてはカウントされていませんというルールで、募集させていただいています。なのでこのコースはバブルが敵ということになっております。はいはいはい、落ち着いて落ち着いて、ゴリゴリしていくよ。はい、いけるかいけるか、落ち着いて、ゴリ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 、よし、完璧なゴリゴリだった。ここは突破できるかな。赤コインはできれば全部集めていきたいですよね。お、ここから先は大噴火。いいね。大噴火、大噴火。怪物くんの歌で大噴火って出てきたような気がするけど。ちょっと古すぎます？あ、そうですか。ごめんなさい。よいしょ。ここです。バブル入ってきて。ここです。オッケー。いったかな？ここは、なんだ。タイミングが測りにくい。ここだ。よーし、赤コインあるぞ。赤コインあるけど、ここら辺。よーし、2枚目の赤コインゲット。順調なペース。取り逃してないよね。大丈夫だよね。これは右側のファイヤーバーの動きをよく見て落ち着いて。なんか来た、なんか来た。これは歩いていけるか。歩いてきた。行くよ。これは上を行くか。よし、上でいいね。いやいやいや、ここまでおいで。ファイヤーバー、ファイヤーバー、違う、バブル。いいですか皆さん、このグダグダ具合がくるくるくるですよ。いつもの、落ち着いて。ほい、オッケー。今結構危険なタイミング。お、ゴリゴリチャンス。ゴリゴリチャンスっていうのかな、今のは。当たっちゃっただけかもしんない。最後の赤コインはどこにあるんでしょう。ゴール近くにあるのかな。うーおー、大噴火してますよ、これ。面白いですね。やっぱり、海の中で大噴火。
これはもう発想の勝利ですよ、皆さん。赤いコインがこれで全部揃ったので、鍵付きの扉にお邪魔します。ジャップ、イエーイ、嬉しいね。100人マリオでこういうコースに当たったら、みんな幸せになれますよね。無事にゴールすることができました。やったね。海のコースが入賞するって今までで初めてかもしれないですよ、ドラマ会イベントで。ベイさん、海底火山大噴火、入賞おめでとうございました。それでは次のコースを遊んでいく。お待たせいたしました。最後の城で活躍するでしょう入賞コースはこちらになります。ドッスンをパウへ導け、ピーを踏んだら、シラウオさんというお名前ですが、こちらもセイガンさんのコースになります。それではこちらのコースを遊んでいくれ、お邪魔します。ドッスンをポウへ導け、ピーを踏んだらパウ OK、 ピーイコール NG。 上にドッスンとパウブロックがあるんですが、こうやってドッスンを落としてパウブロックを叩いてもらおうというコースですね。 PC 値を踏んじゃうと、あの下のブロックがコインに変わってマリオが落ちちゃうので、ミスをしないように、まあ、気をつけていきましょう。レベル2、こっから難しくなってくるね。今回はパーが1個の P が2個。はい、どのタイミングでいこうか。ここです。あ、失敗した。失敗しても大丈夫。ここです。 OK、 落ち着いてね。これタイミングゲーだけどね、なかなかいいタイミングですよ。パイブロックが上にいるところで、今のタイミングだと両方押されちゃうかな。あーれまー、こういうことになってしまうので気をつけましょう。またレベル0からやり直し、やり直し大変だぞ。レベル1、ここです。いいね。ちなみにね、このコース私審査の時は2回目でクリアできましたよ。今回も2回以内でクリアできるといいなと思うんだけど、審査の時はこんなところでミスはしなかった。レベル3、あっという間にクリア。習慣あるのがありがたいですよね。さっきここまでクリアできてればよかったな。そしてレベル4、なんと羽のついた P スイッチが4つ、その下にパウが置いてある。これはここです。いい感じ、結構ギリギリ。次レベル5、レベル5ジャッジメント。なんだこれは。パウとピーが空を飛び交っているぞ。落ち着いて、くるくるくる。タイミング調整しっかり。上の段の P スイッチしかないところは右側の方が変な角度になってるんで、うまくタイミングを合わせられるはず。落ち着いて、落ち着いて。マリオの走る速さも計算していかないと。ここだ。あー惜しい。今のはいけたと思ったんだけどな。落ち着け、くるくるくる。とりあえず上の段のパウの動きを最優先でチェック。下の P スイッチはおっしゃったらまあしょうがない。今上のパウって言いましたかね。上の P スイッチですね。あれー、マリオが走り始めるのがちょっと早いかな。落ち着いて、いくぞ。ドキ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 。これは、あー今ギリギリを狙ったんだけどダメだったか。次は無理。この帰りも無理。ここです。オッケー。やっとレベル5。さすが三坂美琴、レベル5。結構苦戦してしまったぞ。お次は何ですか、この P の数は。とりあえず上の雲を一旦壊さないと話にならない。てん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 、やり直しか。こっからやり直しできるのか。それならありがたいわ。まず雲を消すじゃないですか。その後に P スイッチを狙わないようにしつつパウを狙う。 OK。 ここはタイミングが難しい。くそー、 P が5個、うち4つが羽根つきかな。でパウも今回は羽がついている。ここら辺、あー惜しい。今の結構いいタイミングだったと思うんですけどね。こ
ここがどすぐ落ちてこないギリギリかな。ここで待機するか。あ、しまった。しまった。いっそのこと全部羽ついててくれれば動きも読みやすいんだけど、一個だけ羽がついてないのがあるとか。なんなのさ、うわーい。いくよ。そういえばここね、確か一番最初は右までダッシュで行っちゃうと、うまいタイミングで雲を壊せるはず。これも攻略のヒント。いいかいみんな、覚えた？ここでした。オッケー。やったぜ、鍵ゲット。スターを取ってはしゃぎまくりよ。待ち受けているものはゴール。やったー。ドスーさんが下に沈んでいった。あー、やっぱりセーガーさんのコース面白かったですね。ありがとうございます。ドスーンはパウへ導け。 P を踏んだらパウ OK。 P イコールダメダメよ。セイガンさんのコースでした。ありがとうございました。そして、今日の私の発表はこれでおしまいになります。で、皆さんもしよければね、マオさんとカカシさんも他の入賞コースですね、発表しているので、動画概要欄にね、コースのじゃないお二人のリンクを貼っておきたいと思いますので、遊びに行ってください。よろしくお願いします。なおさん、お化け屋敷で活躍するでしょう。かかしさん、平原で活躍するでしょう。両方とも素晴らしいコースが選ばれています。さて、今回のトラウマ会企画はこれで終わりになります。皆さん多数のご応募本当にありがとうございました。また次のイベントにも皆さんのご応募たくさんお待ちしておりますね。よろしくお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。